11月10日、塩野江町の秋の寒冷行事、塩野江もみじ祭りが開催されました。これは、秋の塩野江の魅力を多くの人に知ってもらおうと、塩野江温泉観光協会が毎年企画しているイベントで、会場となった行基の湯舞広場は、今年も多くの来場者でにぎわいました。会場のすぐ目の前を流れる川では、釣り体験が行われ、放流されたニジマスを目当てに釣りを楽しむ人の姿も多く見られました。釣り人たちは餌の付け方を工夫したり、場所を移動したりと、試行錯誤を重ねながらニジマスを釣り上げていました。そして今年も大きな盛り上がりを見せたのが、恒例の丸太切り体験。これはノコギリを使って丸太をどれだけ早く切り落とせるのかを競う競技で、司会者のスタートの合図で一斉に丸太を切り始めます。ノコギリを引く参加者の表情はまさに真剣そのもの。見事に丸太を切り終えると、会場からは温かい拍手が送られていました。このほか会場では風車や竹とんぼを作る竹編み細工や、カンナを使った舞橋作りなど、さまざまな催しが行われ、訪れた人たちは思い思いにイベントを楽しんでいました。11月16日、昨年9月に仏性山頂に開院したみんなの病院の開院1周年を記念して、みんなの病院文化祭が行われ、地域の住民をはじめ多くの人が会場を訪れました。イベントは高松桜井高校書道部による書道パフォーマンスで盛大に幕開け。部員たちは息のぴったり合った動きや掛け声とともに、大きな紙の上に次々と文字を書き進めていき、最後に完成した作品が立てかけられると、観客からは大きな拍手が送られていました。また、ドクターのお仕事体験コーナーでは、本物の内視鏡を使った異物の除去に挑戦。慎重さを要する作業に、参加者の表情も真剣そのもの。最後は異物をつかみ取り、無事に除去することができました。一方、エコー検査体験では、実際に超音波を体に当てて体の中を観察。モニターに映し出された自分のお腹の中の映像を不思議そうに眺める子どもの様子も見られました。このほか会場では動脈硬化検査や骨密度測定ができる健康相談コーナーをはじめ、薬剤師体験や健康クイズラリーなど病院ならではの催しが数多く用意され、訪れた人たちは思い思いにイベントを楽しみながら、健康への意識を高めているようでした。